みなさんこんにちはこんにちは西山光平です小次郎孝子ですさあ始まりました小次郎孝子のマーケット超特急この動画は3月8日金曜日の午前11時頃に撮影をしておりますさあ、えー、日経平均4万円の大台を突破しましてまあ今朝はちょっと終わってるんですけども、はいえー、大台乗りましたね世界同時株高状態が継続して、ね、はい、えー。史上最高値更新をしたのが2月の22日でしたよね、はい、覚えやすい日ですね、はい でその時の価格っていうのは史上最高値だったら3万8,915円を超えました、はい、ということですからそっからあっという間に4万円、うん、1,000円以上上がったということで、はい、まあむしろ上げ方が急すぎると、ねうん、でどこで調整が入るかというねことが一番心配されてると思いますけど、ねはいね、まあ正直言いましてそろそろ調整が入ってくる、うん、ということを覚悟しなきゃいけない私は関門の時に来たというふうに 思いますはいその話は後で詳しくお話をしますけれども、はい、まずチャートを見てみましょう、はい、チャートを出してくださいお願いしますはいチャートが出てきましたはいこれは左上がクリック株365の日経225ね、うん、ニューヨークダウ、えー、イギリスの FTSE100、はい、ドイツのダックスというね4つの銘柄ですけどいずれも安定して右肩上がりまあ ちょっとアメリカがですね下げ出したって感じがしますね確かに。ドイツは逆に勢いづいているって感じがします、うん、イギリスは、まあ、あんまり制裁がないと、ねはい、いうことですねうん、うん、ですから明確にステージが変わってきたとか、ね、変化を感じるわけじゃないですけども、はい、見てもらったらわかりますように去年の11月ぐらいから、ね、世界の株が 安定的に上がり出したわけです、うん、ということはもう現在、ね、4か月以上、ねはあ、安定上昇が続いているということで、はい、もうそろそろ調整が入ってきやすい時期ということは間違いないですね。うん、でね、えー、今一番の話題になっているのはスーパーチューズで、ねはいえー終わりました、ね、トランプさんが共和党の、ね、代表になるっていうのはほぼ決まりということで、はい、まあちょっとね調整が入りやすい時期であるということは間違いありません。ね、うん 他の銘柄も見てみましょうはいはいチャートが変わりました左上がナスダック100非常に安定してますねナスダック100はまだまだね調整の要素がありませんそれからこちらがラッセル2000ラッセル2000ってのはアメリカの小型株ですね小型株もねこの前回の高値を更新しまして今安定的に上がっておりますからここら辺が心配ないですね はいこれは一体何のチャートかというと金のチャートです、はい、金がここのの週間スルスルと上ががり出しましまた金なぜ上がり出したのかということが、まあ、非常に注目のところで、はい、やっぱり社,社会に若干の不安感があるのかなとうんそしてアメリカの金利が下げ出しました、はい、そういったことを受けて、ね、金が変わり出したのかなという感じがします、ねはいで。最後は原油 原油も上がってるんですけども前の高値が高いだけに、うん、まあそんなに顕著に上がってるというわけではない、はい、しかしじわじわとコモディティも上がってきたということをね頭に置いておかなきゃいけません、うん、でね調整が入りやすい時期だという話をしましたけども。はい 2月は実はですね、何もない2月というふうに言われておりまして、経済的なイベントが。何もないというのは、西の言う通り、はい、まり、あ、アメリカの FOMC、ヨーロッパの ECB 理事会、うんはいね、日本の日銀金融政策決定会合、そういったものがありません。はいね、それが3月には一斉に開催されるものですから、ね、それによって影響を受ける、ね、ということで、そこのところね、はい、解説したいというふうに思います。はい、テキストを出してください、はいは 動き出す3月とタイトルをつけましたけれども 2>,、はい、2月に何もなかったものですから影響度が大きい、うん、ECB 理事会が昨日3月7日に開催されました、はい、日銀の金融政策決定会合が18、19日、はい、まあ結果は19日のお昼ですね、えー、発表されます、はい、FOMC が1日ずれまして19日、20日の水曜日、はい、結果は日本時間21日木曜日の、ねはい、朝に発表されるとです、ね。はい ECB 理事会の結果の方から皆さんに報告をしていきたいと思いますけれども、はい、政策金利は予定通りり据え置き、ねうんえー、しかし過去最高の4%ということで、高止まりしてるってことですね、うん、景気の見通し、はい、読んででもらえますでしょうか、はいはい、えインフレを下方修正、想定よりも早く収まりつつある。 今年の物価上昇率は2.3%、来年は2.0%と予測しました 2%, 2ってうのは、一番理想的なインフレ率と、ねはい、いうことになってますから、まあ、今まで、ね、非常に心配だったインフレということは、もうね、うん、ない。ということは、もう景気がね、これから先、ね、回復していくっていうまあ証拠になってるわけです。はい、で、ラガルド総裁の発言がありました、はい、読んでください、はいえー、調査結果で、今年徐々に景気が回復していくことが分かった。 インフレが低下し、賃金が伸びていけば、景気は自然と回復していく非常に強気の発言ですね、そうですねです久しぶりに、ね、ラガルド総裁の強気の発言を聞きまして、はいね、インフレがついにヨーロッパにおいても収まりつつあるという,、ねうん、いうことが明確になりました。はい で注目されているのは実は日銀の金融政策決定会合です<う>今日銀の金融政策決定会合が注目されているとしたら、うん、何で注目されますかねマイナス金利が解除されるんじゃないかというのはずっとういうとですね、はい、そのマイナス金利が今年解除されるってことはもう前々から分かっていたの、ねはい、で3月の、ね、日銀金融政策決定会合か4月か、うん、このどちらかっていう話にもなってるので、ねはい、それが。 3月にどうやら日銀金融政策決定会合でマイナス金利が解除されるんじゃないかというムードが高まっております背景はです、ね、こちらに書いてある賃上げということですけど、はい、読んでください、はいえー、連合の賃上げ要求が5.85%と30年ぶりに5%を上回る。 UA 前線が発表した妥結状況は賃上げ6.7%と目標を、えー、上回りました、はい、連合というのは、ね、労働組合の中で一番大きな組織ですので、ねはいえー、そこが30年ぶりに5%上回る賃上げ要求を今していると、はいね、UA 前線というのは連合の下、ね、部組織の、ねえーまあ、労働組合なんですけどもそこで今現在 打結が、ね、してる状況を発表してますけれども、はい、それは6.7%と非常にい、ね、い、うんうん、目標6%それを上回ってるということで、はい、今のところ、ね、非常にいい感じで賃上げが 決まっているとね、うん、ね、これから先、この賃上げがどん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 ね、発表になりまして、はい。三月のね、中旬ぐらいに、もう大体、え、今年の賃上げ状況がどうかってことがわかると。とすると、もう三月の日銀金融政策決定会合で。マイナス金利を解除できる条件が整うということなんですね、うん。上田総裁がね、はい、ね、参議院の予算委員会に、昨日、ね、登場しました、はい。そこの内容をちょっと読んでください。はい、え、二パーセントの物価安定目標。 目標達成が見通せる状況になればマイナス金利政策や YCC 政策の修正を検討していくことになる。はいいそういうことですね、うん、ということはもう3月にもマイナス金利を、ね、解除される可能性があるということで,す、はい、で政府関係者が容認、うん、ここら辺からね、はい、まあちょっとね特ダネ記事のような。 まあどこまで本当かどうかわからない話ですけれども、うん、マーケットにこういうニュースが流れております、はい、読んでください、はい、3月か4月にマイナス金利を解除することを政府高官が容認タイミングは日銀に1人 1> こういうね情報がよく <laughs> 流れるんですよでその政府高官って一体誰かということもよくわかりませんし <laughs>、はい、これがどの程度ね信憑性のある話かわかりませんけれども3月か4月にマイナス金利を解除するのは 日銀が、ね、したたいいとと言っっっててても政府の方でちょっと待ってくれてったらなかなかやりづらい、うん、しかし政府の方は OK タイミングは日銀に一任、ね、<ー>で一任されるとね、はい、される側としては早くやりたいんですよ。というのは今現在は OK が出てるけど1か月も経ってるうちに状況が変わるってことがあるでしょ、はい、で状況が変わるとちょっと待ったってことがねかかる可能性がある、ね、マイナス金利っていうのはもう上田総裁が、ね、総裁になる前から 黒田総裁がやってる、ね、金融緩和政策はこれから先も続けていくけどもマイナス金利政策はいかがなものかとそして YCC 政策はちょっと修正しなきゃいけないこういうふうに言ってた話ですから、はい、もう早く、ね、マイナス金利は解除したいんですね。うん、ということで、えー、3月にもマイナス金利が 解除されるとかね、はい、でいろんな噂がもうマーケットを飛び交っておりましてこの日銀の金融政策をね決定するメンバーの、ねえー、一部の人が3月の日銀金融政策決定会合で、ね、マイナス金利を解除しなきゃいけないと、うん、そういう発言をします <laughs> みたいな話が新聞にすっぱ抜きとして、ね、記事として出ております、うん、信憑性は分かりませんけど、ねはい、ムードがマイナス金利解除に大きく動き出した。ね ただ冷静に考えてもらうと今現在マイナス0.1%というのが政策金利それが0%になるってことですから変化はわずかの0.1%ということでマーケットに対する影響は本来小さい本質的には小さいです。はいただなぜ大騒ぎになっているかというと長年続いた異次元の金融緩和がいよいよ終わりを 告げるんですとうそういう金融政策の大転換の時ですから、まあ、大注目されてる、ねはい、ひょっとしたらそのニュースを受けて、ね、為替ですとか株価ですとかが動く可能性がありますけど、はい、しばらくすると冷静になりますよね冷静になるとなんとたった0.1%かそんなの経済に全然影響ないよということで元の流れに戻ると、ね、いうことが十分考えられますからあまり大騒ぎしすぎてはいけないということもお伝えしておきたいと思います。はいはい 続いて、ね、FOMC ですね、はいえー、FRB が、ねえーね、開催する政策、金融政策決定会合が FOMC、はいえー、今月はもう据え置きということでムードが決まっております、うん、パウエル議長が3月6日に会員の金融サービス委員会というところに出席しました、はい、そこでの発言をまとめておりますので、はい、読んでください、はい、えー、年内に利下げするという方針は変わらない。 インフレの鈍化は幅広く広がっている、2%の物価上昇になるまでインフレが収まっていると確信が持てるまでは利下げはしない。ということで、まあ、これ以上、利上げをするということはなくなった、これ、大きな変化ですね、はい、しかし、利下げがいつからスタートしてね、ね今年何回あるのかっていうのは分からない、ね、うん、あくまで今年のうちに、まあ、1回ぐらい利下げはするでしょうというね、まあ、こんな程度なんですね。おー で今年スタートしたときにマーケットは、ね、えー、今年なんと6回利下げがあるんじゃないかと、はい、まあすごいですね、年間8回 FOMC なんですから、うん、8回のうち6回利下げするっていったら、ほとんど利下げですけど、はい、そういったムードからスタートしまして、6回が5回になり、4回になり、3回になると、ね、うん、これぐらいマーケットのムードが変わってきたんです。はい、で直近はどうなっているかというと、3回から4回にちょっと広がってきました。うん とということで、ね、何がその間起こったかというともうインフレが収まったというふうに思ってこれからは、ね、金融緩和だというふうに思ってたら意外とインフレの収まり方が少ない、はいね、ということはそう簡単に金融引き締めが終わるわけにはいかないというムードになって、ね、今年6回あると思った利下げが5回じゃないの4回じゃないの3回かもしれないね、うん、っていうふうに変化していったんですけど、はい、今いやいや インフレが収まりつつあるというムードになって3回から4回に広がっているとマーケットは本当に、ねえーね、移り変わるのが大きいということです。うん、ね でこの、ね、3つの会合があるということが今月変化、ね、はい、動き出すという可能性があるということですけれども、それに合わせてスーパーチューズデーの話をしなきゃいけないですね、はい、スーパーチューズデーが3月5日に開催されました、はい、スーパーチューズデーというのは日米大統領選で共和党と民主党の代表がまあほぼ決定する、アメリカの大きい州のまあ予備選が、山場を迎えるという、そういう。 いいね、そうですね、はい、スーパーチューズデーというのは予備選各党の大統領候補を決める選挙の一番の山場非常に重要な州がまとまって開催されるということでそこでほぼ決まると、はい、まあこういう、ね、ものがスーパーチューズですそれが 開催されました、はい、結果をご報告します、はい、読んでくださいはい、えー、3月5日15の週で予備選が開催されましたトランプ氏14勝1敗と圧勝でした、はい、これはあくまで共和党の中での戦い、うん、相手は ヘイリーさん、ねはい、このヘイリーさんとの戦いにおいてトランプさんが14勝1敗一、はいえー、つだけヘイリーさんが取ったところがありますけど、うん、あとはトランプさんが勝ったということで,もう圧勝ですね、はいはい、続けてください、はい、そして3月6日にヘイリー元国連大使が選挙活動の中断を発表しました。はい はい、そして11月5日の本選はバイデン大統領対トランプ元大統領にほぼ決まり。ということですね、はい、今までは共和党はトランプさんになるんですか、ヘイリーさんになるんですかっていう話だったのが、はい、もうトランプさんに決まりましたから、えーね、11月5日はバイデン大統領対トランプ元大統領という、ね、うん、前回の、ね、リターンマッチ、はい、これに決定しました。はいね しかしもうこのスーパーチューズで、ねえー、各党の候補を決めるという位置づけではなくて、ね、11月5日の本選でバイデンさんが勝つのかトランプさんが勝つのか、はい、これがスーパーチューズでを見たら分かる、ね、というふうに言われてたんです。はい、ですから今回のスーパーチューズでの位置づけは、ね、共和党の代表が誰になるかという話じゃなくて、ね。うん 11月5日に大統領が誰になるのかという戦いでスーパーチューズデーが終わった瞬間もし虎からほぼ虎に変わりましたというね状況なんですもし虎ってなんですかねもしトランプさんが大統領になったらという言葉ですね、はい、ほぼ虎ってなんですかほぼトランプさんが大統領になります,そうです <laughs> はい。今現在はほぼトランプさんが大統領になるのにね。 決まりというような状態になってトランプさんが大統領になったらどうするのかということを、ね、マーケットが考える、はい、あるいは日本の政府高官も考えなきゃいけないと、うん、こういう状態になっているということですね。うん、ということで、まあ、結果は予想通りではあったんですけど、はいね、こういう大きなイベントですからそのイベントをきっかけとしてやっぱり利益確定の売りがある、うん、去年の11月から、ね、続いてた上昇ですから、はい、利益確定が出やすい。 そして今月は非常に重要な、ね、イベントがたくさんあるということで、うん、利益確定が出やすい私は最初の壁だと思います。日本株が史、ね、上最高値を更新しました、はい、4万円達成しました、ね、ものすごい順調に来てます、はい、これがこの勢いを保てるのか、うん、それでも1回調整局面になって、うん、しばらくの間調整の先が出てくるのかということはここの関門を無事乗り切っていけるのか乗り切っていけないかがポイント。はい ということで今週から来週にかけて大注目という話をしておきたいと思います。うん、はい、以上です。ありがとうございます。はい、米大統領選の予備選が終わりましてスーパーチューズデーを経て、はいうん、もうほぼ虎になったってことは、うん、11月5日の本選はちょっと重要度が下がるとかそういうこともあるんですかいやいやいや。やっぱり重要ですよ。ね、<ー>もうアメリカはね、もう今分断しておりまして、はい、ね、えー、先ほどねバイデンさん対トランプさんという話をしましたけど、うん、正しく言うと。 トランプさんを熱烈に支持している人たちと、うん、トランプさんだけは絶対に嫌だという人の戦いなんです。はあねえー、ということで、ねえー、もうアメリカがどういうふうになるかこれはもう本当に11月5日の選挙でアメリカが大きく変わります、はい、で今 SBI 証券さんがね サイトを作って、ねはい、くださっておりましてそこへ今現在の大統領選の注目事項であるとか、うん、現在の進行状況であるとか事細かく書いております、はい、私もね動画とコラムを寄稿しておりますけど、うん、本当にまとまってるね、えー、ページが出来上がってますので是非、はい、ね SBI 証券さんのね、うん ホームページから、はい、米大統領選特集のページでねうん、うん、飛んでいただきたいと思います。はい。えー、日本株編、米国株編、あと為替編、えコモディティ編、え四、ー、つのマーケットにどのような影響があるかっていうのもこと細かに紹介しておりますので、うん、ぜひご覧ください。はい、それではえー、今月まあ大きなイベントがありますが、はい、日銀金,金融政策決定会合だったり、うん、FOMC、はい、大注目でございます。うん、ということでえー、今回の動画はこの辺りで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。